はいいいい今日も可愛い筆文字を書いていきたいいと思います今日はですね、依頼がありました。東西南北って書いてくださいってことだったので、東西南北書いてみたいと思います。よろしくお願いします。まずは書きます。その後に書き方の説明をします。で最後にパステルの上に書きますので、本番をパステルが入るだけで全然変わりますから、最後まで見てもらえたらと思います。まずは東西南北って書きますね。 こんな感じです。東西南部これかけた伝えていいいきたいと思まます。まず東ですね東いきます東はね太いから細いでちょっとこ山並みにします。でここを、えーまあ、丸くはないけど丸い感じで太いとこと細いところをこ入れながら。で真ん中じゃなくて端っこですね。ちょっと右寄りにして下から行って最後ちょっと太めにこんな感じです。東です。 まあここね、あの丸々でもいいです丸くしてもいいですこうして。これでもいいと思いますよ。こういう感じでもいいと思います。東ですね。次、西に行きますね。西は今度逆にこうして、太いから細いで、ちょっとこう、波にしてます。で、ここもまた細いから太いです。この西は丸くしました。で、細くこんな感じですね。もう一回行きます。 こんな感じでです。西です。次、南ですね。南は今度逆に、こんな感じで上から下ろしてきました。でこの真ん中じゃなくて、少し右の方です。で、細くから始めて、太くです。で、下があの幅が狭くて、上のが幅が大きい感じですね。南です。まあ、これ別段、こういう感じでもいいんですよ。 次下ですねはい太くいって細くですで太い細いですねでまた太い細いでで少し波をつけながらこんな感じ最後また太くですちょっとこうこうじゃなくてちょっとこんな感じで、えー、ガタガタと刺しましたわざとです こんな感じで来たです。じゃ、これをパステルの上に書いていきたいと思います。パステルが入るだけで全然変わりますので、皆さんもパステルあの使ってもらえたらと思うんですが。これあのダイソーさんのパステルですね。100均のパステルです。 はい、ここに書いていきたいと思います東西南北ですねまず東です西ですね南です 北ですこんな感じですね東西南北って書かせていただきましたこういうあのー 味のある文かわいい筆文字でですね、書いてほしい言葉とか何かありましたらコメント欄にお願いします。今回もね、東西南北って書いてくださいっていうコメントがあったので書かせてもらいました。えー、こういうい動画を上げますのでこの動画を真似して書いてもらえたらと思いますので何、えー、かあったらコメント欄にお願いします。またあの感想とかもね、いっぱい書いてもらえると嬉しいので、えー、書いてくださいで。あと最初の方にありましたこういう味のある文字。 オンラインで教えております。ズームで教えてます。これも今関係ないですけど、最初にあったやつですね。オンラインで筆文字の講座が学べます。筆文字が学べます。えー、概要欄のところにですね、ブログに行くところがあります。そこをクリックしてください。ブログ見てください。そこから申し込みができますし、また受けた人たちの字も見れますので、ぜひともそこをクリックしてみてください。えー、誰でも書きます。センスとかいりません。 うっちがうまい下手も関係ないですあのちょっと思考を変えるだけで書けますので是非とも書いてみたいなとか字で人に喜んで欲しいなとか思う方は受けてみてくださいよろしくお願いしますで最後に、えー こういう筆文字の YouTube 大好きだなって方、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします、えー。いいねボタンも押してもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。コメントも待っております。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。これからもどんどん、えー、喜んでもらえる字を書いていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。以上です。